西側から望む東山で12番館の位置、東山で12番館は、明治時代初期に建てられた長崎県長崎市にある木造の洋館。長崎市を裏、東山でに現存する洋館としては最も古いもので、1998年にはおもや、付属屋の二棟が国の重要文化財に指定され、現在は、旧居留置資学歴史資料館として利用されている。 東山市のオランダ坂近くに位置する木造平屋建ての洋館である。母屋と付属屋からなっている。母屋には欧米屋が3室あり、領事館時代には客間や事務室として用いられたとされる。付属屋は母屋に比べ間取りが狭く、領事館員の居住スペースとして用いられていたとされる。外壁は母屋、付属屋とも下見いたわり、 内装は漆喰による仕上げで、西側に広いベランダを備えている。建築主はアメリカ人商人のオールシュで、春工当初はロシア領事館として使用され、その後アメリカ領事館やメソジスト派宣教師の住宅に転用された。1976年に滑水学院より長崎市に寄贈された。建物内部を展示室として使用し、長崎市を発祥の地とする、主に、 キリスト教各派の宣教師らによって創設された史学に関する資料が展示されている。長崎県長崎市東山市町3番7号。ありがとうございます。